ガーディアンにかかりっきりで暇なんだよ。今度はもっと怖い感じで。それと倒したボンクラどもの名前も変えてくれ。はあ、分かった。 最強と恐れられたエンフォーサー、ヒゲがたまらんな。ヘリウスのセキュリティが突破されました。最寄りの脱出船に搭乗してください。 おい、助けてくれ。このアホ部隊がどこの誰で何のためにドンパチをおっぱじめたのかわからないが、とにかく俺は身動きが取れん。 命があるうちに投降せよ。
のは助けてくれないか。おい、助けてくれないか。おかげで命拾いした。ありがとう。なんかドキドキだ。撃たれたのなんて初めてだしな。なんか悪くない。いや、このイカれた野郎どもは俺が君を呼んだ直後に襲ってきた。こいつらを一掃しないと月面でのボルト探しもままならない。避難勧告。ヘリオスが攻撃を受けています。防衛システムを作動する。すぐにタレット、フォースフィールド、レーザーを出てくるぞ。連中もこれでおしまいだ。重大な問題が発生。ヘリオス防衛システムがジャミングされました。何？どうなってる？信号の発信源を特定。パンドラの月、エルミスです。クソ、タレットを破壊しろ。破壊するんだ。撤退するしかない。脱出線はこっちだ。ヘリオスのセキュリティが突破されました。絶対にここから退くな。誰だあの悲壮な。多分連中のボスだな。最初にあいつのドタマに銃弾を撃ち込んだやつは俺とハイタッチできるぞ。あとマンションも買ってやる。よし、このドアに入ろう。脱出線が近くにあるはずだ。おい、例の女だ。ドタマを撃ち抜く計画を実行しろ。やあ、ジャック。やばいな、逃げろ。他の脱出方法を見つけないと。あの宇宙人見てのなんだよ。ヘリオス内に非常勢力が侵入しました。こっちを全員殺せそうな気がする。だから足を止めるな。ジャック、何が起きている？ヘリオス中で警告が発生しているぞ。何も問題ありません。クラップトラップが1台、照明ソケットとディープキスをしようとしただけであります。分かっていると思うが、君の任務はパンドラの監視だぞ。余計なことをしてヘリオスを傷つけようものなら、私が直々に。いや、すみません。ちょっと電波状況が悪いみたいで。クソやろ。何？ねえ、もう切れてると思ってつい本音が。後で話そう、ジョン。エルピスだ。
あのひび割れた岩のどこかからジャミング信号を発信して、ここのセキュリティ設備をめちゃくちゃにしてやがるんだ。おい、このクソが、なんで俺たちを襲う？このステーションを奪い、宇宙を救うためだ。あ？なんなんだお前は。作業員を殺して回ってる。このままだとやられるぞ。上級は制圧だ。うちは高品質で低価格、無条件で売りますぜ。
イカれた考えがひらめいた。ムーンショットキャノンに向かおう。続け。で、何をするんだ、そのキャノンってやらで。要するに月面に物資を打ち込むためのでっかい大砲だ。発射速度は時速数千キロ。そいつの射出コンテナに乗り込んで脱出する。安全なのか。ああ、でもこんな死に方なかなかできないぞ。ムーンショットに着いた、取り囲め。わかんだろ。やだ、今知りたい。アテナ教えてちょうだい。見捨てられた、おかしくなったダールの部隊がジャックのボルト探しを阻止しようとしていた。ネタバレじゃねえか。いいのいいの、私って速攻全部知りたいタイプだし、騒動中は三部作だってラストシーンまですっ飛ばしたし、ダニエラはクッキーを喉に詰まらせて死ぬとか超おかしい。おま、ネタバレだ。しょうがない、しょうがない、そういうものよ。殺すんだ。
ーターはあっちだ。行くぞ。なんか面白そうだぜ。それ俺が言ったろ。ムーンショットへはここから行ける。エレベーターを呼ぼう。クソ、エレベーターが上で何かに詰まってる。なんとかしなきゃ。思いつきだが、俺は積載ターミナルを操作する。足元に気をつけろ。落ちたらただじゃ済まん。問題ない、落ちないでいるのは得意だ。追っ始めるとしよう。待て、シリンダーを回転させよう。ならエレベーターを下まで下ろしてくれるか。ぎっちりはまってるな。だが大したことはない。痛みなど感じないからな。そいつをぶち外せ。役立たずのローダーどもだ。ダールにやすやすとやられたのも当然だ。もっと兵士が必要だ。君のような強者がな。ハイペリオンの攻撃力は断じて。お前に君には二度も救われたな。よし、これで。ってクソ、自動発射装置が壊れてる。誰かが残って手動で発射しないといけないぞ。ウィルヘルムを指名したいところだが、君にはエルピスで暴れてもらいたい。今何つった？聞いてなかった。分かった、こうしよう。俺が残る。そっちは月面に降りてジャミング信号の出所を見つけ止めるんだ。サモライト、月面基地を掌握できないし、ボルト探しもできん。本当に残るのか？お前が死んでも報酬はもらうぞ。まあ君には命を救われてもらった。今度は俺の番だ。それに俺は英雄だからな。自己犠牲も仕事のうちだ。なあ、ライフマシンか。俺が設置させたものだ。作業員が事故でその胴体をなくしてしまってな。月へ向かう前に回復しておくといい。それから弾薬も補充しておけ。物資はこっちにある。ムーンショットコンテナをここへ持ってきたまえ。普段なら物資を積むが、今回は君がかも。よし、このコンテナを使えばいいはずだ。コンテナの準備ができたぞ。中に入れ。これ、やばくないか？ジャミング信号を止めた後で、また。よし、コントロールを閉めるぞ。手を引き寄せる。発射チャンバーに君を装填した。でかい音がするぞ。楽しみだな。何して！ジャックはいいことなんてしない。ふざけないで。まあどうせ最後にはクソ野郎になる。ああ、クソタレのクソまみれのクソ物。おいおい、ティナ、そりゃちょっと。ウィ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 。発射準備はいいぞ。いつでも行ける。エルピスで一番大きな町コンコーディアまで飛ばしてやるからな。ジャミング信号何かを知っていそうな人間がいる。
思っちゃったわ。そのままだと死ぬよ。大丈夫？答えを言っちゃうとちっとも大丈夫じゃないけど、このドアを開けるとね、酸素が残らず吸い出されてみんな窒息するから、痛いのなんのって気圧差で目玉がブドウみたいに潰れるんだよね。だからこうしようよ。準備ができたらドアを開けて私に続いて酸素バブルまで行くの。いい？答えなくていいから。酸素は死ぬと恥ずかしいよ。
うちの商品に勝るものなんてありません。足が保証します。オレンジというお疲れ。私はジェイニー・スプリングス、廃品回収業者。あんたは？ウィルヘルム。その義眼いいね。あとヒゲも。え、ここで何してるの？ヘリオスに戻る方法を探してるけど、まずはこの辺りにあるジャミング装置を片付けるのが先だ。ジャミング信号？知らないよね。コンコーディアに行ったらどう？メリフって男が仕切ってる小さな町よ。あそこなら何か知ってる人がいると思う。ただ行くなら O2 キットが必要ね。壊れたものなら何個か隠してあるから修理してあげるよ。呼吸とかに興味なくても便利だよ。というわけでこの座標に向かって邪魔物を片付けて。
ある男を始末してデッドリフトっていうバカ男で、そいつはあんたたちがコンコーディアに入るのに欠かせないものを持ってる。敵は片付けた？そっちに行く。故障した O2 キットを持ってきてね、修理するから。天気は上々、チャンスが転がってます。ようこそ、直す。リナ、いつでも見る。やってないよ。感動的なポスターを作るのを手伝ってほしいの。なまってて分かりにくかった？つまりおめえらに感動的なポスター作りを手伝ってくれっつってんだよ、このドーナツ工場のこの嫌い野郎が。ってこと、ブラックマーケットですごい売れるんだけど、前に売ったのは売り切れちゃって。あ、ジャンプ台のとこへ行って。頼みたいことがあるんだけど。ねえねえ、前に退屈してた時に子供向けのお話を書いてたんだけど、なくしちゃってさ、探してみてくれない？ついでに話の感想も聞かせてほしいな。オレンジと韻を踏む言葉を適当に作っちゃう？例の仕事、どうなった？Yeah.
頂点の位置に何台かカメラを設置しといたから、ジャンプして空中でなんか感動的なことを言って。あ、なんか感動的なこと言いやがれってんだよベラボメ。断る。よし、そうね、今度は私が的を2個投げるから、着地するまでにそいつらを撃ち落として、もっといいポスターになるはずだよ。それからまた感動的なことも言ってね。やだね。いいよいいよ。じゃフィナーレね。ジャンプしたらあの圧力パッドに激しく飛び降りてしゃがむの。それでなんかクールなことを言って超かっこよく決めて。ごめんだ。オッケー、じゃあプリンターの電源を入れて印刷してね。昔々あるところに月がありました。そしたら軍隊がやってきて採掘を始めました。強欲な奴らなのでとても深いところまで掘りました。月がパックリと割れました。人が死にました。誰も幸せになりませんでした。おしまい。どうかな。絵が足りねえ。参考にするよ。昔の住まいにもう一つ残ってるかも。クラッゴンに襲われて、それで彼女を殺されたの。ところにフレイミーというクラッゴンがいました。裂け目から這い出てジェイニーに噛みつきました。でもジェイニーはそのクラッゴンの頭を吹き飛ばしたので、そんなバカなことをした奴の形跡は残っていません。どう？悪くね。わかった、いいフィードバックだね。あとそれで思い出した、私フレイミーの息子に貸しがあるの。探し出して殺してくれない？あの野郎、大きく育ったわね。殺して。覚えてる？なぜか感動。私のポスターを何枚も注文してきたもん。やる気が出ない。
奴の船まで行ってポスターを貼りまくってきて。これがポスターと配達確認書だよ。まずその配達確認書にサインをもらってからポスターを貼って。うちの商品に勝るものなんてありません。足が保証します。うちは返品不可ですぜ。Thank you.
手に入れたものですが、どうぞお構いなく。コーンを。ベイビークラコンは母親のフレイミーと一緒に裂け目から這い出しました。二人は日本足の奇妙な生き物を見て食べ物に違いないと思い野営地を襲撃したのです。フレイミーは日本足の生き物を切り裂き、ベイビークラコンも別の日本足を殺しました。そしてベイビークラコンは逃げ出したのです。おつむの弱いクソって、これってデータが破損してるのかな。帰ってくるまでにあんたが邪悪な炎のモンスターを倒した話を書いておくね。ヒット間違いなしだな。興味を持ってくれた出版社もいたんだけど、人や赤ちゃんクラコンが死ぬシーンはダメだって言われたの。だから断った。デッドリフトは死ななきゃならねえんだ。ムカつくから、なるほど。私のキーを盗んでここに置き去りにしたし、男には興味ないって言ったらすっごい下品なこと言ったし、でも一番はなんかムカつくから。ボルトハンターよ、こちらザーピドン大佐。
ヘルピスから出ていけ。これから事態はもっと悪くなる。無益な殺生は私の本意ではない。いや、あんたを始末する依頼を受けてるからな。ならば好きにするがいい。デッドリフト、こちらザーピロン。そちらに向かっているボルトハンターを始末しろ。ふざけんな。俺様を牢にぶち込んだ女の命令なんざ聞くか。お前のジャンプ台は馬鹿げていると言っていた。殲滅する。Thank you.
感謝します。ライフシールド D のアーツ。Thank you.
がるボルト野郎。小包だ、サインしろ、出なきゃ殺す。いいぜ。いいね、さあそいつに小包を渡して。ありがとな、よし嘘ろ。小包を渡した。よし、じゃあ殺しちゃって。そいつクソ野郎だから。殺して。やった。あとは船中にポスターを貼りまくるだけだね。デッドリフトの手下どもがあなたのことをつけ回して殺そうとするだろうけど、ま、なんとかして。警告、酸素残量 50%。 ね、
ミスターローレンス。ああ、オーレス。ティモシー、右側のドアから入ってくれたまえ。面接官がお待ちだ。なんか書類にサインするんすか。ドアから入って。ちょ、待て。実はこれ新手の詐欺で人造取られたりとか。金が必要だからってこの仕事に応募したのは君だろう。文句はなしだ。でも、わかりました。いいっすよ、準備よしです。よろしい。ここにはディーンという名の従業員がいる。彼は怒りっぽいやつでね、月のバカどものせいで余計に悪化しているようだ。その辺のクローゼットに閉じ込めておいたんだが、ロストレギオンに参加したりバカなことをする前に見つけて落ち着かせてやってくれ。うちの商品に勝るものなんてありません。わしが保証します。お仲間にも全然よろしく。やあ、息できる。始まったら我々はバイキンどもを塗り壁の中で締め殺してやるのです。
ローダー用の新しい AI ルーチンを開発しているところなんだが、テストする必要があるな。ロボットを見つけてチャージステーションまで連れて行ってくれ。こいつをアップロードする。ボルトハンターよ、ザーピドンの情報員が持ち込んだ証拠があれば、この不始末の責任者として君たちの雇い主をクビにすることができるのだ。その証拠を持ってきたまえ。お断りだ。ことが片付いたら君の想像以上のサイボーグ強化を君に施してやろう。どこから人間で、どこからマシンなのかもわからなくなるほどのな。そうか、そりゃいいな。決まったな。近くにダールの情報員がいるはずだ。それを見つけて証拠を回収するのだ。情報員は明るい赤色のアーマーを着ているからすぐわかるだろう。前ごとにやられはしない。
はムーンショットキャノンに乗って無事だっただろう。そこで考えたんだが、あれを移動方法として使うのはどういい考えだろう。だがまだ実験データが必要だな。ザービドンの兵士が一人我々の元へ亡命したいと言っている。彼を説得してムーンショットキャノンに乗せてみてくれないか。ショットに試乗する気はないか聞いてみてくれ。でっかい鉄砲から飛ばされてみたいが、多分死ぬけどな。いや、まあ無理もない。そんな身も蓋もない言い方をすれば確かにバカな考えに聞こえるな。とにかくその男はムーンショットに入れてくれ。手段は問わない。とりあえず適当に押してみっか。やったぞ。なんだ、おい、ここから出せ。さあ、誘導システムの試作機をデジタル生成して砲弾に取り付けるんだ。初期設定の航路を上書きしてテストができるぞ。するんだ。誘導システムが壊れないようにな。壊れたらどこへ飛んでいくかわからんぞ。騙しやがったな。このピザ偽物じゃねえか。ピザで騙すなんて、やっていいことと悪いことがあるぞ。こちらフェロー二等兵、ムーンショット施設への救援を要請する。ジャックのボルトハンターともに拘束された。ボルトハンターだと？全部隊現場へ急行しろ。クソ、このバカ、助けを呼びやがった。コンテナがムーンショットへ装填されるまで誘導システムを守れ。シールドを展開する。目標、ここから出してくれ。これが仲間に対する仕打ちかよ。システムが撃たれているな。壊されてさあとほどのものでもないが、この男は死ぬだろうな。知ったことではないが。ここから出たら、このデジタルなスライスをてめえの喉にぶつかってやる。
ったぞ。おい、どうした？着いたか？生きてるか？まあ大丈夫だろう。さあボルトハンター、報酬を渡そう。時間があるなら月面を確認してくれ。あの男が無事着いたかどうか。完全に帰還できるように監視してくれ。ロボットがダメージを受けているぞ。次は俺たちの縄張りだ。軌道上に宇宙ステーションを建設した。技術主任のジャックという男はパンドラが膨大な利益を生むと上層部に思い込ませた。奴はなぜ知っている？調査を進めなければ。これだ。これがあればジャックをクビにするよう役員連中を説得できる。同じようなエコーをもっと探すのだ。ジャックのボルトハンターが情報員を狙っているぞ。
もっといいアーマーと武器を情報員に回してくれ。まずはこいつを片付けますかね。もちろん商品のほとんどはこうして手に入れたものですから、もう構いなく。直せるぞ。デストライヤーの目はまだ完全に破壊されていない。光彩のかけらをいくつか回収しろ。そうすれば組み立て直せる。さあ行け。
ローダー用の新しい AI ルーチンを開発しているところなんだが、テストする必要があるな。ロボットを見つけてチャージステーションまで連れて行ってくれ。こいつをアップロードする。ロボットだ。チャージステーションへ連れて行ってくれ。既存の人格プログラムを破壊して新人格を与え、チャージステーションへ帰還します。後をつけて安全に帰還できるように監視してくれ。調査団を取っ、いや、やつはただのバカだ。その調子だ。よし、新全長予想通りだな。ダウンロード完了まで護衛するんだ。読み込ませてテストしてくれ。力を見せてもらうとしよう。されたからあとはコードを少し書き換えるだけでいい。エリア内の他のロボットはもう少しまともな人格になるだろう。起動してみてくれ。素晴らしい結果を見せてやろう。
か。これからメンテナンスロボットを起動すれば漏れなくこれをやってくれるぞ。用が済んだら帰ってきてくれ。お前は終わりだ。特に型識別システムを調整すれば直せるだろう。多分ヘリオス内で信じられない破壊力を持ったレーザーを発見した。全てはハイペリオンの強欲と無知のせいだ。我々はやるべきことをやる。今夜ヘリオスは我らが制圧する。パンドラの月は消失するだろう。素晴らしい。バウンティーボードに見つけたものをアップロードしてくれ。これが終わればジャックも胸を打ち抜かれずにハイペリオンから逃げおせることはできまい。こんなもん大した悪じゃねえ。黙れ。君に何がわかる。それを持ってこい。思わなかっただろう。さよならジャック。悪運もここまでだ。みんな無事か。ジャック、爆発特攻ロボットの特許を提出したのか。一体何を考えているのだ。クソ、今面白いかなって思ったんで。
設計部のトビアス・テイティル・バームだ。O2キットの図面の焼き付けが戻ってきたんだけど、色は期待通りだ。メリハリが効いててバッチリだよ。でもフォントが指定したのと違うよね。妹を殺してくれてありがとう。マイロンともどもいなくなってやっと夜も安心して眠れるわ。Thank you.
きゃ意味がねえんです。教訓になるな。いや、ならないが。まあ、言ってみたかっただけだ。